まあ只見線も終わりだと思ったよな。大金かけて復旧は難しいだろうなと思ったから。廃線か存続か。岡江戸の地域を生かすのもやっぱ只見線しかないと思ったわけだ。だってそれを発信すれば世界中から人を呼べるし、日本国内はもとよりな。だから只見線はどうしても復旧させなきゃならないだろうと思っていろんな活動をしたわけだ。そしてついに存続が決まった。しかし大きな課題も。これからだなっていう感じしますよね。全線開通しました。それでもお客さんいなかったらどうするんだろうと。じゃあ間もなく只見川を渡ります。さあ皆様、第一只見川急流通過いたしますよ。いや、これはやっぱ打撃ですよね。これは非常に大きな問題だと思いますよね。